それに、なんだか寒い。水？てか、なんか寒。あっ！何これ濡れてる！何この何っていうかここどこ。さっきの音だ。何の音っていうか本当何これ。見た感じ変わったよね。なんでこんなとこにいるんだろう。いや待て、思い出せ。放課後にヒーナや中っちに誘われてカラオケ行って、ゆかちゃんとちょっとライムしてからその辺ブラブラしてきて、それからコンビニのフェア見に行ってちょっとアイスとか食べて、もうさっきからうるさいな。一体何の音？もしかして、もしかしてだよ、これって音じゃなくて声？なんか震えが。濡れてるせいだけじゃないのかな。なんもなさそうだけど、なんとなくこのままここにいたらやばいような。てかここの中にいつまでいるの。私さっさと出ないと。骨が折れそう。次から次へとな。すまんな、MVP だ。
つらい向きだ。あれ、八代、こんなとこで何やってんの？うっそ、仕事ってマジで言ってる？激レアじゃん。いつも仕事してるってこと？はは、笑える。主任、亡者の移送準備完了しました。オーケー、じゃあ手はず通りに進めてください。完了次第就業で結構です。はっ、かしこまりました。来てたのかって、通達があったの見てないの？今日は石切り場大規模クリーンナップの日。やっぱレアじゃん。多分もう亡者はいないと思うけど、どうする？帰る？そういうことならちょっと手伝ってあげようか。こっちも上がりだし、ランチおごりでいいよ。うん、残り少ない貴重なお金でのおごりならより美味しそうだし。幼なじみに向かってその言い方ある？熱い友情って言ってほしいな。次のお相手はこちら。こりゃ骨が折れそう。休みに行くか。風の吹き回し？
優秀な職員の見事な手際と言ってくれたまえ。優秀な職員のリーダーってことはもっと優秀ってことだよ、八代くん。とはいえちょっとくらいは残ってるって思ってたんだけどな。しゃあないな、さすがにかわいそうだし、なんかおごってあげるよ。栄定食でいいよね。ちょっと待って、なんか聞こえない？八代、あれ？誰か！助けて！いえ、自分でもわからなくて。すみません、話すと長くなるんですが。モンスターに追いかけられて逃げてるうちにどんどん増えちゃって、それをトレインしてる最中と言いますか。え、どこからって、気づいたら知らない場所で。八代、喜んでるところ悪いけど、そのモンスター集団ってのが来るよ。今まさにナウすぐそこ。あはは、逃げてただけなんですけど。やれやれっと。アタックチャンス。